no one knows from when and who started calling Japan, Japan. In ancient times of Emperor Jimmu in Nihon Shoki and Emperor Yuryaku in Kojiki, Japan was called Akitsushima, which literally means Island of Dragonfly. That is to say that the ancient name of Japan was Akitsushima. Today's story starts from Mount Takachiho, which is no doubt the holiest of all holiest mountains in Japan. At the foot of the mountain, Takahara town or Haihara town is located. The summit of the mountain looks like a shape of a pyramid. 古く日本ではトンボをアキツと呼び親しんできました。日本の国土を指してアキツ島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもって秋津のトナメのごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津の名を得たとされています。また、古事記には、雄略天皇の腕にたかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり和の国を秋津島と呼んだとしています。つまり、日本の古名は秋津島だったのです。で、今日の物語は九州の霧島連峰にある高千穂の峰から始まります。青山中の青山、天孫降臨の峰とされているのが高千穂の峰です。広林浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのがナスカの日本です。ナスカの中に日本を示すランドマークがありました。そのランドマークをですね、日本の富士山からの直線が横切ります。そしてその交点の位置と日本の地図の上における富士山の位置が正確に一致します。左がナスカの中の日本、そして右が日本を示す実際の地図です。皆さん自身で比較してください。左の白いラインは富士山から引いてきたラインです。これぞまさしく日本が神々の土地であったという紛れもない証拠ということになります。日本における最も神聖な山といえば、霧島連峰にある高千穂の峰ということになります。天孫降臨の山として知られています。これが高千穂の峰です。で、今日はこの高千穂の峰からスタートします。青山中の青山ということになります。霧島美子さんという方からこんなメールが届いています。霧島連山の高千穂の峰が日本最高の霊山であり、麓にあたる地区が高原町です。天の原ではなく地上なので高原町なのです。ちなみに高千穂の峰の天の逆さ鉾は雨の水か主の神が崩御され、高千穂の峰に葬られた水か主の神の愛犬を指したというのが真相です。高千穂の峰は天然のピラミッドのような姿です。と。高千穂の峰の頂上からナスカに向かって線を引いてみます。高千穂の峰です。その頂上からナスカのグランドクロスの中心点に向かって線を引いてみます。その線は、この黄色い線がその線ですけども、サイドバルの中心を真直線に横切り、そしてその直線は伊勢神宮の下宮の上を真直線に通り抜けます。下空からのエラーは300メートルです。ここに、伊勢神宮、下空が位置します。つまり、サイトバル、伊勢神宮の下空を通って、ナスカに向かうということです。左が伊勢神宮、下空です。エラーは300メートル以内です。林博士のナスカ理論を使って説明します。ナスカです。無数の滑走路があります。左の黄色いラインは、霧島連峰の高千穂の峰から引いてきたラインです。右の白い線は、これは富士山の滑走路です。やや折れ曲がるといった感じがします。念のために黄色い線を伸ばしてみます。下のグリーンのラインは、屋久島の、太忠岳の天中石から引いてきたラインです。つまり下のグリーンのラインは、太忠岳の天中石の方向を示しています。正確に示しています。上の黄色いラインは、高千穂の峰から引いてきたラインです。3分の2ほどまではほぼ重なりますが、途中からややずれるといった感じがします。ほぼ同じ方向に富士山と、それから霧島連峰の高千穂の峰があるということになります。もう一度やってみますから、皆さんも注意深くご覧ください。この滑走路の上のラインは富士山、下のラインは、太忠岳の天中石を示しています。そしてこの黄色いラインは霧島連峰の高千穂の峰から引いてきたラインです。ほぼ重なるということですね。この上のラインは富士山の方向を示しています。ややずれますが、ほぼ同一線上に富士山、高千穂の峰があるということになります。この滑走路のやや右上、ちょうど画面の中央あたりに奇妙なランドマークがあります。この黄色いラインは高千穂の峰から引いてきた先ほどのラインです。そして中央に奇妙なランドマークがあります。このランドマークは何かということですね。で、線をたどってみるんですけども、途中からダメージを受けているように思います。このクエスチョンマークあたりで、地表面がですね、乱れて線が消えているような感じがします。断定はできませんけども、右下の写真と見比べていただくと分かりますように、このあたりで何かしらダメージを受けているように思います。車の輪立ちも見えます。が、この線をですね、明度を変えてみますと、少し見にくいかもしれませんけども、薄い線がここに現れてきます。つまり、このラインはここまで続いているということですね。となると、これは何かということです。ここが重要ですから、しっかりとご覧ください。そうなんですね。色をつけてみました。つまり、これはトンボの形ということになります。左が実際のトンボということになります。つまり、ここに描かれているのは、トンボというふうに私、林博士は判断しました。皆さん自身でもご確認ください。私、林博士はこれをトンボと判断しました。つまり、このランドマークはトンボということになります。で、ここにトンボが描かれている。では、なぜトンボかということになりますね。で、ここに奇妙な形が描かれてますけども、左の形と日本の九州の鹿児島湾の形と大変よく似ていることに気がつきます。拡大してみます。そして奇妙なことに角度も同じなんですね。そして右の、星マークのところに高千穂の峰があります。そして同じように左のランドマークのところに、丸い円形のものが描かれています。ちょうどこの白い円形部とですね、高千穂の峰の位置と一致するということです。そしてブルーの部分が鹿児島湾ということになります。これは偶然の一致なのでしょうか。あるいはトンボの目がですね、高千穂の峰を表しているとも解釈できるわけです。が、一般には考古学の世界では、これはオウムと説明されています。オウムのような形をしているから、オウムというわけです。では皆さんに、大変興味深いものをお見せします。先ほど言いました、トンボの目の部分ですね、の中心点から日本に向かって線を引いてみます。この黄色い線が今、日本に向かって引いた線です。右がナスカ、左が日本です。そしてこの線はここへやってきます。この黄色い線の先に注意してください。この黄色い線はナスカから引いてきた線です。そしてこの線はここへやってきます。注意深くご覧ください。ここへやってきます。ここに神社があります。この黄色いラインはこの神社の大屋根のラインと正確に一致します。神社というのは古来より同じように同じ場所に建てられるのが習わしになっています。この黄色い線はナスカから引いてきたラインです。そのラインはこの神社の大屋根を正確に横切ります。つまりこの神社は正確にナスカの方向を示しているということになります。そして中央やや右寄りのところに2つの岩が並んでいます。海の中に2つの岩が並んでいます。皆さんご存知の岩です。日本人でこの岩を知らない人はいません。ここに2つの岩が並んでいます。黄色いラインはナスカラインです。ナスカから引いてきたラインです。その線は左の神社の大屋根を横切ります。この神社は二見越玉神社です。二見越玉神社です。そして二つの岩は言わずと知れた明刀岩ということになります。つまりこの明刀岩の間を通り抜けていけば、そのラインはナスカの方向をほぼ示しているということになります。このように、ナスカと二見越玉神社、そして伊勢神宮、内宮、外宮とはつながっているということです。どうつながっているかについては、もう皆さんご存知の通りかと思います。繰り返します。二見越玉神社の大屋根はナスカの方向を示し、そして明刀岩の間はナスカの方向を示しているということになります。まさに日本は神々の火のいずる国ということになります。結論を話す前にもう一度ナスカの中の日本を確認していただきたいと思います。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数の滑走路、プラットフォームが描かれています。ちょうどこの星印のところにそれがあります。この滑走路に注意してください。先ほども言いましたように、この滑走路の上のラインは富士山からのラインと重なります。そして下のラインは屋久島の多中岳の天中石のラインと重なります。ここでは一応桜島ということにしておきます。そして富士山です。以前は桜島ですけども、ややエラが出るということで、現在は屋久島の多中岳の天中ロックにしています。この線ですね。ここでは桜島ということにしておきます。ややエラが出ます。しかし、富士山のラインは、エラーなし、正確にこのラインと重なります。そして、そのラインは、このオウムと言われているランドマークを横切ります。左の方に、100度ほど傾けてみます。注意深くご覧ください。今、この滑走路の左のラインが富士山からのラインということになります。そして実際の日本の地図をその横に並べてみます。皆さん自身でご確認ください。そして北海道と四国を取り除きます。前方後円墳があるのは本州と九州、それに瀬戸内海沿いの四国の一部です。ですから、神の国として神々が選んだ土地は日本の本州ランドということになります。左の絵はですね、一見、雑に見えますけども、正確に日本列島の形を表しています。そして、このグリーンのラインが富士山から引いてきたラインです。そして、先のランドマークとここで重なります。その位置は地図上における日本の富士山の位置と正確に一致します。プロポーションが全く同じであるという点に注意してください。つまり、左のこの、ランドマークは日本の土地、日本を表しているということになります。これが日本が神々の土地であるという、まさに動かぬ証拠ということになります。となると、左の下の絵は何だったかということになりますね。そうです。トンボでしたね。では、なぜトンボなのかということになりますね。それがこの動画の結論です。もう一度、ナスカ平原をご覧になってください。この日本を表すランドマークの横に、トンボの絵が描かれていたのです。これがそのトンボです。トンボの絵ですね。なぜトンボのランドマークがここに描かれていたのかということになります。なぜトンボなのか、なぜトンボなのかということですね。日本の古い古い名前は安芸津島だったのです、皆さん。日本では古くトンボを安芸津と呼び親しんできました。古くは日本の国土を指して安芸津島とする異名があり、日本書紀によれば山頂から国見をした神武天皇が簡単をもって安芸津のとなめのごとし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから安芸津島の名を得たとされています。また、古事記には雄略天皇の腕にかかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり倭の国を安芸津島と呼んだとされています。やはり倭の国を安芸津島と呼んだとされています。つまり、安芸津島イコールトンボ。だから、日本のあのランドマークの横にトンボの絵が描かれていたのです。皆さんわかりますか？この事実をですね、皆さんわかりますか？ナスカに日本のランドマークがあり、その横にはトンボのマーク、ランドマークが描かれていたのです。繰り返します。日本の古名は安芸津島だったのです。つまり、トンボの島という意味です。だから、ナスカに日本の方向を示すランドマークがあり、その日本を示すランドマークの横にトンボが描かれていたのです。日本はまさしく神々の国だったということになります。と同時に、林博のナスカ理論をこのような形で、このトンボマークが証明したということになります。林博のナスカ理論は、このようにして証明されました。万歳です。私は日本の国歌を声高らかに歌い上げます。